島田忠臣は平安時代前期の貴族、詩人。伊賀守る島田清伝殿の孫。神は聖五し下、伊勢助。郷は忠夫。菅原道真の主として知られ、娘千貴子はその性質となった。また、この時代を代表する監視人でもある。父母は不明だが、祖父の島田清太は、尾張国の地方豪族から大学寮を出て、学者。 官僚として活躍、阿村の生を与えられ、15以上、位が守るに上り、日本語機の編纂者の一人に加えられた、立志伝中の人物であった。文章博士、菅原忠自然に支持し、歌唱2年頃に賞味に求大して、文章生となる。ゼゼンはその監視を高く評価して、その際を愛した。その後、中心は、ゼゼゼンの願いによって、着難、 菅原道真の教育に当たるようになる。関係文相に道真が十一歳の時に中心に監視を習い、初めて監視を作ったと記されている。やがて、十七位下、越前県証城に助任される。天安三年折市も、越前国の海岸に、渤海市が漂着するが、俗文に優れていたことを理由に、中心は、その接客士となり福祉、修言白と監視の昭和を命ぜられる。 なお、接客士としてあまりに悲観であったことから、緊急で仮に、加賀県上に任せられている。翌上岸二年頃より、藤原元常の近所となる。元常と中心との関係は、主従関係にとどまらず、二人の間に取り交わされた、監視で相手の死に対する辞任が行われていることや、中心の弟の死に対して元常が、秋の炉にあった草のごとく打ちしおれて昇進している。 ことなどから、個人的にも親密な間柄であったことが伺われる。また、中心の大場が、藤原冬継の室となって、藤原義人を設けたり、藤原義美の回復に招かれて、監視を付したり、その時期路で指揮を講じたりするなど、藤原北家とのつながりが見られる。衝撃を経て、上岸11年中5位した稲葉健介に助任される。その後も、 上岸15年頃には、太宰小児に任せられるなど、生は朝後半から、陽精朝初頭にかけて、地方官を務めた。元業2年帰京し、白木国の取り子舟が日本へ向かおうとしているとの、カシーグの作戦を上奏している。元業3年15以上に少女され、3位を経て、元業5年表部少有に任せられる。元業7年春に、美之助として、 再度地方官に転じる。すでにこの頃、中心は健康に優れない状態にあったが認知に、赴き、右大臣、源太から馬を与えられている。同年4月に、渤海からの死者が来日したが、四季武将優として、王体に当たっていた、道真の水居で、急遽平安刑に呼び戻されて、現場頭として、王体に当たっている。渤海市以降は五月まで、約一ヶ月滞在したが、 その間に、中心らは、牧会大使、はいと監視の昭和を試みている。忍な3年春に任期を終えて帰京し、忍な5年転役頭に任せられた。その後も、公式の場で主婦を続けるが、官票4年七席縁で死を付したのを最後に、公式の場に出席することはなくなり、同年8月頃に没したとみられる。去年最終官位は、 聖語医下た天薬頭県伊勢助。京都市上京区鎮座の北野天満宮、抹茶を松社に主催神として祀られている。門人であり、後に、娘婿となる菅原道真との交際は、生涯にわたって続き、どちらかが、地方にある際にも手紙によるやり取りがしばしば、行われた。その中には死などだけではなく、阿公事件などの政治問題に関するやり取りなども、 残されている。また、政界の実力者、藤原元常も、中心の監視をこよなく愛し、元行5年に、藤原俊行に命じて、中心の監視後百種を屏風を作らせ、自宅に飾ったと言われている。中心が病死すると、道真は、今後再びあのように詩人の身を備えた人物は、現れまいと嘆き悲しみ、道真との縁で中心との交際を持った、も、 当代の下組と表してその死を惜しんだという。中心の死ははじめ、たたちよと衆十巻に収められ、他にも百巻東名章などの著作があったがほとんどが散逸し後に弟の吉尾美来の死と合わせて、電子全集全三巻にまとめられた。中国陸朝時代の詩人や、当代の死路、虚偽の影響を受けた平名で素直な十回詩が多く、 それらは今日でも高く評価されている。中期のないものは日本三大実力による。ありがとうございます。